藤見木だよ。あーうーはい、ひょっこりはん、やったっていう感じでこうやらせてもらってるんですけれども、今日はファッチ風ヘアスタイリング方法今からご紹介したいと思います。これね、ツイッターで結構その教えてほしいっていうね反響あったんですけれども、あれから早2ヶ月、早いものですね、やった。それじゃあまずはですね、スタイリングする最初、全体的に、シャワーをこう浴びてください。髪をもうびちょびちょにしてください。で、この状態で、こちら用意してください。黒霧島、黒霧島用意していただいて、そうですね、まあ炭酸割りにしましょうか今日は。はい、お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれませんということで、今氷入れてきましたね。やっぱ炭酸水ね。まあ最初にこう黒霧島をね入れて、これ入れていきますね。まあ、大体3対1くらいかな僕は。でここで炭酸水を入れていきます。ヘアスタイリングする際はですね、必ずガソリンを入れてください。そうすることで効率が約3倍上がるという結果が、アメリカの大学で出ています。そういう研究結果が出ていますので、はい、乾杯。うわ、好き、待ってこれ、あーうめー、おい最高。オッケー、ちょっと調子出てきたよ。ほや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 、やった。でちょっと軽くタオルドライしていきますね。タオルドライして、まあ、水滴がこう滴り落ちない程度したら、ドライヤーで乾かしていきます。でこの時乾かすのは、7割ドライくらい、ちょっと濡れた状態で僕セットしていくので、まあ、7割ドライくらいかな。ちょっと乾かしていきます。でこのね、乾かすときはちょっとくしゃっと、僕がパーマをかけて2ヶ月くらいなんですけど、ちょっと落ちてきてるので、ちょっとくしゃっとして癖を出すように乾かしていきます。空気を含ませる感じでね。パーマかけたての場合は、まあ、そこまでくしゃくしゃってやる必要はないんですけど、今の僕の髪の状態だとちょっとこうクシャッとさせて癖を出していきます。いいですね。はい、こんな感じかな。でこう7割ドライくらい、ちょっとこう湿ってる感じの状態でスタイリングしていきます。ちょっと乾かしすぎたかな、まあいいか。で今回使うのがキートスの3番ねと6番で、これを使っていくんですけれど、すごい香りがめちゃくちゃいいんですよね。これ香りめちゃくちゃいいのと、まあ、あとデザインがめちゃくちゃ可愛い。え、可愛くない？可愛い。これをちょっと混ぜていきます、2つを。3番と6番を3対1の割合で混ぜていきます。まあ、そうすることで、まあ、3のちょっとこう、ふわっとした表情と6番のちょっとこうハードめな表情を足して、ふわふわ感があるのに、こうちょっと立ち上がりもしっかり出てくれるっていう。ようなイメージです。でこう後ろからねクシュクシュっとやって、トップでサイドつけていきます。であとはちょっとこうフロント部分に、まあ、残りをつけるイメージですね。めちゃめちゃ香りいいわ。
くじゅくじゅ、結構適当だね、この辺はもう。パーマがあるからね。で、やってきまーす。結構この時は後ろ多めでいいと思います。はい。で、ちょっと前少ないかなーっていう印象だったら、まあ、少し追加します。追加でまた3対1の割合で混ぜて、で今回はトップと前髪をこうメインでつけていきます。そうするとね、見てもうこれほぼ出来上がりなんだけど、わかるかな、ちょっとこうふんわりこうなんだろう、立ち上がってくれてるんだけど、程よいこう濡れ感というかしっとり感がある、良さそう。そしたら最後にまた乾かします。でもう一回ちゃんと説明すると、セット力高めのハードのワックスを使ってしまうとやっぱガチガチに固まって、そのLDH みたいなイメージになってしまうので、パッチはちょっとこうヨーロッパ風のふんわりした外国人のパーマ感を出したいので、基本的には、こういう優しめのワックスを使います。なんですが、優しめだけだとあんまりこう立ち上がってくれない、ふわふわっとしてくれないので、少しこういうハードめのワックスを入れることで立ち上がりも出してくれる、そういう、まあ、ニュアンスになります。うん、OK 乾かしていこう。でこの時もちょっとこう空気含ませる感じで乾かしていきます。前髪とかも若干こうね、エアリーな感じを出していきましょう。で一旦休憩ですね。うん、あんまり乾かしすぎてるとちょっと疲れてくるので、やっぱガソリンはちょっとずつ補給していきましょう。黒霧は安定してうまいな。あ、ちなみにドライヤーはちょっと弱めの風でセットしてください。そうするとしっかり癖もついて固まってくれるのでおすすめです。あとはちょっと整えてね、整えて、あー整うな。イエス、やった。でやるとこんな感じになります。こういうちょっとパッチっぽい雰囲気のニュアンスのヘアスタイルが出来上がりますので、皆さんもぜひ試してください。以上、フジムギでした。百色メガネ東京、赤緑青白黒黄色、渋谷新宿袋、中央無尽に好き。